待って、でもコメントは見えてる。でも真っ暗、本当に気になるなこれは。あ、分かった、こっちからつけてるからかな。今左こっちの携帯でも配信始めてた。ちゃんと映ってますか。こんにちは。え、真っ暗なんだが、このままでいいのかな。こんにちは。筋肉痛大丈夫ってきてる。筋肉痛、え、もう筋肉痛本当に大丈夫ないです。もうさ、痛いです右も左も前も後ろも痛い。首がとにかく一番痛い。ちょっとリップ濡らしてください。ちょっと急いでて時間なくて、なんかめちゃくちゃお腹痛くなって、直前にメイクしてる途中にお腹痛くなって、これはやばいと思ってやったら時間なくなっちゃった。寝るしか、いや昨日しっかり寝たんですよ。リップが見つからない。そうだ、昨日から見つからないんだよなリップが化粧ポーチは漁る音。え、これしかないんだけど。え、これしかない、これとグロスしかない。真っ赤なリップしかないからこれでいいよ。え、待って、真っ暗本当に気になる。なんかツイッターでさ、筋肉痛痛いみたいなしたら、みんな直し方を真剣に教えてくれて、それいろいろ見て、あのこの後試そうって思ってます。温めるのがいいっていうコメントがね結構あった気がする。あとさっき直前に日向から LINE 来てさ、日向から LINE 来て、ツイッターの私のツイートのスクショが送られてきて、それでこちら起き上がれませんって LINE 報告が来たみんな筋肉痛だ、助けて、明日踊れないよ、こちら起き上がれません。え、本当に痛い、この痛さ伝えたい。今全然普通にしてるけど本当に痛いです。体がもうこれも痛いし、もうこれも痛い。首がやばい本当に、痛、筋肉痛いつ以来いつ以来、本当に運動、筋トレ以外の運動してなかったから本当に久々の筋肉痛味わってます、感じてます。筋肉痛ってこんなに辛かったっけ。いきなりリハしたからかな。まあそうですね、間違いない。レッスン自体久しぶりだったんですよ。昨日一昨日ってレッスン2日間してて、昨日死んだ。一昨日はみんな久しぶりってやって笑顔で楽しくやったんだけど、昨日はみんな、はい、じゃあ次ここ行きます、はい。でもね、疲れすぎてて笑顔がなかったいや楽しかったんだけど、久しぶりのレッスンでいろいろ振り付けしてみんなで踊るのも久しぶりだったか、楽しかった。昨日は前半みんな笑顔だったけど、だんだんもうね、みんなから笑顔が消えて、もう集中しようっていうね頭になって、もう私はずっと無だったっていうか、もう踊ることだけに集中していた。昨日は本当に何時間、7時間ぐらい踊ってた気がする。よくあんなに集中続いたなって思う。もう筋肉喜んでるよ、動けて。喜んでない、痛がってるよ、めっちゃ痛い。明日がアットジャムの本番ということなんですけど、明日に備えてこの筋肉痛を治したい。もう肩パンパン、肩こり、
肩筋肉痛。本当にずっと踊ってた。レッスン終わってからも残って踊ってた、みんなで。前髪が微妙です。時間がなくて急いでやったらすごく微妙です。余熱まだあるかな。あったかい。まだ山、ま、もう熱がないな。え、このれいちゃんのメイクめっちゃ可愛い。え、嬉しい。今日メイクちょっと大人っぽくしてみたんです。黒い服だったから。今日はいつもはピンクなんですけど、あ、目の下はちょっといつも通りピンクだけど、上をちょっと茶色にして、アイラインをちょっと猫目上にピュンってピュンって跳ねさせて、まあ、唇赤だから余計あれかもしれないけど、ここに茶色いシャドウ入れてデカ目効果。ここにピンク入れるか茶色入れるかで、ここ茶色入れるかで全然違う。茶色入れると一気に顔が大人っぽくなる。リングライトがね、いい感じ。でも外の光が若干入ってるから、プラスリングライトで、夜の方がリングライト漏れる気がする。どの光がいい？一番明るくしたらやばい。おしろいさんみたいになってるね。これぐらいがちょうどいいか。日々大人っぽさが増してるな。嬉しい。地雷みたい。そう、まあ、確かに地雷っぽいかも。ここに茶色入れると地雷感増す。普段はここピンクなんですけど、ここでもここの涙袋もっとピンクにしたら地雷メイクになる。肌が真っ白。百均のじゃなくなったのか。そうだよ、知らないんですか。私リングライトゲットしたんです。ほら、リングライトゲットしたの。なんでかっていうと、ママがショールーム多分見て、私がリングライト百均の使ってるっていうの知って、買ってきてくれた、買ってくれ、プレゼントしてくれた。郵便届くから楽しみにしててと言ってみたら、何か分からずに届いてみたらリングライトでした。やっぱりリングライトはすごいです。有能です。プロテイン飲んで、プロテインは飲んでないよ。そんなガチなねアスリートは目指してない。なんか最近レイニア筋肉キャラみたいな、腹筋すごいみたいな、腹筋すごいっていうのは嬉しいけど、筋肉キャラには全然なりたいと思ってないから、やだ。そんなだし、だって言うてお腹ちょっと鍛えてるぐらいだ。でもお腹鍛えてるだけのつもりが、腕の筋肉最近ついてきてすごく困ってる。上腕二頭筋いらない筋肉、女の子には。まあそんなことはないけど、私の中ではいらない。筋肉痛は良くなったってきてるけど、全然です。ずっと痛いです。痛い。待って、上向くのマジできつい。もうやだよ、明日までに直してす、いい体の状態で明日のアットジャム挑みたいのに、筋肉痛が辛くて踊れないよ。助けて。ひなたんに献身しよう。昨日もお風呂入ったんだけどさ、全然良くならなかった。朝本当に起き上がるの辛かった。ひなたに LINE 返そう。マッサージはダメらしい。そうなの。首すごい揉んじゃった昨日。
揉んで、あとストレッチもめっちゃした。なんかこう肩をこう上げて力抜いて、上げて力抜いてと、あとこう伸ばして首横にやって前にやってって、めっちゃさ、ストレッチ頑張ったのにさ、めっちゃめっちゃ筋肉痛になった。辛いよ。まだ若いのに、若いから多分今日筋肉痛きた。多分年長組は明日ぐらいに来るんじゃない、ちょうどあったじゃん当日に。え、待って、私筋肉痛じゃないってなったら、思ったら明日に来るパターンです。あ、そうだよね、大人になると筋肉痛、年取ると筋肉痛遅いんだっけ、来るのが。そうだよね、早いんだ、遅いんだよね。すぐ筋肉痛になるのは若い証拠じゃない、違う、待って、暑いんだけど、エアコン。プロテインとビタミンがいいらしい。プロテイン、今プロテイン飲んだら首ぶっとくなるよ。首が一番筋肉痛だもん、やだ首ぶっとくなりたくないよ。ビタミンはいいっていうのは知ってる、だからビタミン取ろう。キウイフルーツってビタミンありますか。今家にビタミンのありそうなものそれしかない。キウイフルーツはない。レモン、キレートレモンとかはどう。キレートレモンでも飲もうか、買おっかな今日。ちょっと待って、エアコンのリモコン探してくる。29度になってるよ、暑いよそりゃ。エアコン本当にすぐ暑くなってるからさ、寒くなるから、寒いって思ったら29度にするんだけど、29度にするとめっちゃ暑いよね。寝るときは28度で寝てる。最近朝までエアコンつけてるんですけど、それは暑い。よく29度にする、寒いって思ったら。あ、すぐ涼しくなる、部屋が狭いから。アイロンつけよう。熱中症の方気をつけてね。ありがとうございます。皆さんも気をつけてください。今日は本当に暑いらしいよ。ちょっと外出てないから分かんないけど、今日テレビで新潟37度とかやってた気がする。めっちゃ37度って結構今年初くらいの暑さ。外出たくないな。今日は休み、休みではないですけど、はい、てんてんてん。やだー、外暑い。今日新潟住んでる人で外出た人いますか。外の状況を教えてください、私に。まだカーテンも開けてない。私最近っていうか、カーテンね、開ける習慣あんまりないんだよね。いや、開けるけど、開けるけど焼けるじゃん、カーテンの、あの薄いカーテンの先からさ、紫外線当たって焼けるのが嫌で、夏はあの家出るときに開ける。家出るときにちょっと部屋に光を入れるために開けるけど、家いるときは基本開けない。たまに窓開けて、エアコンつけながら窓開けて換気はするけど。それで、歌落としちゃった。歌いたい、カラオケ行きたい。なんか AKB グループ以外のさ、歌歌えないのつらい、辛い普通に 歌いたくなっちゃう、自然に。最近ね、さゆりさんっていう方の曲にハマってるんですよね。
さにひらがな、あ、ひらがなのさにカタカナのユにひらがなのりでさよりさん。昔さあ、そう、酸欠少女、そうそうそうです。石川さゆり、しかしそれは知らないな私。その方の曲最近めっちゃ待ってて、昔一時期中学生、いつだろう、高校生かな、一時期ハマってたんですけど、また再来、ブーム再来。予選で歌うやつではないです第3回歌唱力ナンバー決定戦、今年も出場させていただくんですけど、もう曲は決めていて、まだ言えないんですけど、何の曲歌うか今練習中です。でも本当になんか毎年毎年思うけど、歌はうまい、ホテイトグループの中で歌え、うわお腹痛い待ってさっきお腹痛い、さっきからあのなんだっけ、あ、そう、歌うまい方本当にたくさんいるなって、レベルが本当に高いなって毎回参加してて思うんですけど、だから私個人としてはレベルとしてはそんなに、もっともっと上手い人たくさんいるし、レベルがあるとは思ってないので、まあそんなマイナスな気持ちで挑むのは良くないと思うんですけど、でも本当に楽しむっていうのを今回はずっともテーマにして、自分が楽しんで歌って、それ聞いてくれる方に何か元気とか届けられたら、何か伝わるものがあればいいなって思って参加しようと思いました。なので応援よろしくお願いします。毎回出場させていただいているんですけど、一応今年はもう楽しんで自分の力を全力を出し切って、悔いのないように楽しみたいと思います。レニアの歌好きだよ、ありがとうございます。嬉しい、そう言ってくれる方結構いて、声好きって、あ、レニアの声好きだよって、そう結構言ってくれる方いるんで嬉しい、いて嬉しい。でも私なんか自分の声すごい低いのが嫌で、もっと高い声になりたかった。普段の今喋ってる声とかめちゃくちゃ低くないですか、ちょっと女の子にしては。あとずっと喋ってると声が枯れてくるんですよ、ガラガラ、今もガラガラちょっとしてるけど、それがやだな。普段から喋り方が悪いのかな、ずっと喋ってるとすぐ喉疲れる、喉から喋ってるのかな、そんなつもりないんだけど、これ高い声で喋った方が喉疲れない、だからこうやって喋ったら多分ガラガラにはならない一生。でも普段のこの喋り方だとすぐガラガラになる、喋り方、声の出し方が悪いのかな。声高くして喋ってみる、さすがにこの高さは違うか、これは違うよね、もっと自然な高さがあるよね。クロちゃん、クロちゃんです、レイちゃんです、おぎゆかやん、確かに、おぎのゆかです。おぎゆかはこの高さで、しかもこの高さからさらに裏返る、おぎのゆかです。ちょっと今のは盛りすぎたけど、おぎのゆかです。おーい、なんでもない、なんでもない、何があってもへこたれない、ありがとうございます。これはおぎゆか、これは私、この中間ぐらい、メンバーで言うと誰だろうな、
つぐの声かわいい、なんかちょうどいい高さ、全然低くはないし、でも歌うとちゃんと低い声出るし高い声も出るし、小熊つぐみです、あ、つぐこれぐらいだ、それつぐ空気のように喋る、あ、空気のようにはみはるか、つぐとみはるの声が好き、可愛い声になりたい、小熊つぐみです、小熊つぐみです、あ、そうなんですよ、はいつぐつぐありがとうございます、みゆみゆくらいの声で、え、できるかな、え、ちょっとやってみますね、今はつぐみんの真似でした、みゆみゆくらいの声で、みゆ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 藤崎、あ、ちょっと待って待って、やばい、これはちょっと怒られる、みゆみゆの声は誰も真似できないって、もうこれあれはもう天然な本当に声だから、天然ななんていうの、高い声かわいい、藤崎みゆです、私はちょっと待って、無理ごめんなさい、やめます、やめよう、誰マジでえ、もちろん鼻から、藤崎みゆです、え、富士山といえば、なんだっけ、みんなの、え、日本で一番高い山といえば、なんだっけNGT で一番高い、え、ちょっとキャッチフレーズ思い出せない、掛け声しか分かんない、富士山、やめよう、ゆかちゃんまででやめとけばよかった、ゆかちゃんはさ、みんな結構やるけどさ、あんまつぐとみゆみゆやる人いないじゃんやめればやらなきゃよかった、やめようおゆうかはさ、おゆうかうまいよ、うまかったでしょ、てかおゆう、ゆかちゃん誰でもできると思う、おっきい声出すとき、公園でおっきい声出すときのゆかちゃんのモノマネは誰でもできる、寒ね、本当にすぐ寒くなる、27度で寒いんです、寒くなるんです、すぐ、それで28度にして、でもずっといるとそのすぐ寒くなって29度にして暑くなっての繰り返し、ひなたは顔だけ、アイナはね、レナ一番得意だよ、横浜っ子のダンス担当、アイニャこと2002年生まれの18歳、アイニャこと草壁アイナです、いや違う、喋り方は似てないわ、できない、歌声だった、私ができるのえ、似てた、危ない、リングライトが倒れた、すごいさ、本当に真っ暗な画面めちゃくちゃ気になる、みんなの星とかがさ、パンパンパンって画面が見えない、ちょっとスクショしとこう、証拠に後で見せ、え、待って昔の携帯でスクショどうやってやんだっけ、これは似てる、え、似てた似てるよって、似てました、じゃあアイナは得意だわ、歌声も喋り方も、アイナとゆかちゃんならできる、せいじさん LINE 追加したよって、ありがとうございます、私もメンバーみんなの LINE 追加しました、自分にいろいろ送ったけど眠いっていっぱい帰ってきた、スクショしよう、え、待って、スクショどうやってやんだっけ、マジで電源音量、え、それ違うよ、新しい携帯じゃない、今の携帯はこことここだけど、なんだっけ、え、ちょっと切れちゃったらごめんなさい、
縮小はちょっとします、個人的に。え、合ってるっけ、音量だっけ。